ーランド検事村がお送りするヤルマンニュース、キャスターの白井静雄さんです。よろしくお願いします。はい、フランスで絶滅と見られていましたオオカミが、フランスアルプスに60年ぶりに出現しました。400頭余りいるっていうんですが、フランスでは1937年に目撃されて以来オオカミはいないと思われていました。ただこのオオカミ、羊を襲ったりしてなかなか困るんですね。でフランスでは反オオカミ委員会というのが急遽できてしまって、オオカミ退治をしたいというんですが、保護をしたいというグループもありまして、なかなか難しいですね。で400頭ものオオカミ、フランスのどこかに隠れていたのかというと、どうもそうではないようですね。イタリアから入ってきたということで、なんとこのオオカミ、イタリアにイタリア、なんか安易に本当不調じゃないですかね。シンガポール以来ね、カナダのシンガポールような話っていうのはすごく印象残ってますよね。あれ以降不調ですね。すいません。はい、石井静雄さんでございました。